の面白植物講座はこれです。はい、これです。これはもう理科の勉強でもなくてはならない草です。さあ、何でしょうか。ツユクサです。はい、今日はこのツユクサについていろいろ調べてみたいと思います。はい、この写真を見てください。これは実体双眼顕微鏡で見た気孔、ツユクサの葉の裏側の気孔の写真です。見てください、この人間の口のような形をした模様が一面にあります。この気孔の隙間から二酸化炭素、酸素の出入り、それから水蒸気が出ているという、つまり植物の呼吸も光合成も蒸散作用もこの気孔が担っているということです。すごいですね。はい、そしてさらに、はい、これが少し、高倍率にした写真です。そして、光学顕微鏡で見たこれが最高倍率の気孔の写真です。これが後変細胞で、緑色のこう粒、これが葉緑体ということになります。ここの隙間から水蒸気が出たり、二酸化炭素を吸ったり吐いたり、酸素を吸ったり吐いたりという、そういうふうなことが行われています。この花は古くから花びらを集めて衣を染める染料にしていました。朝露の頃から咲き始め、昼頃には閉じてしまうので露草と呼ばれ、儚い花の象徴として文学の世界に登場する日本人好みの花の一つです。夜明けとともに開花、大抵昼前に閉じてしまいます。花の下に大きな網笠型の苞と呼ばれる葉っぱのようなものがあり、帽子花とも呼ばれます。網笠の帽子を開くと中にいくつもの花が用意されていたことがわかります。まだつぼみのもの、すでに花の澄んだもの、そして実を結んだもの、それらが次々交代に帽子の外に顔を出しては開花します。つぼみが帽子の中にある期間は長く、順序を待ちかねて首を伸ばし、半日を帽子の外に咲き誇ります。しぼめばすぐ柄がくるりとひっくり返ってまた帽子の中に。ここで安全に結実。やがて果実は裂けて種子を散らします。変わっているのは6個のおしべで、3種類に分かれています。青い花びらの下にある短いおしべ3個は花粉がない仮おしべ。その下の1個は少し花粉があるおしべ、あと2個は雌しべとともに花の外に長く突き出して受粉に役立つおしべです。雌しべは1個、長いおしべ2個を巻き込んで自家受粉をします。昼過ぎに見るとその状態が観察できます。また高受粉もするようで、確実に子孫をつなぐ知恵を持っている花と言えます。はい、この写真を見てください。これ花びらが、青い花びら2枚、そして、ちょっと透明な花びらが1枚あります。そして、ここにおしべがあり、これもおしべ、そしてここに2本、これもおしべです。そして雌しべはこの1本です。そしてこのつぼみですが、つぼみはこの苞と呼ばれる葉っぱのような中に隠れて、この中で種子もできます。はい、これがツユクサの種子です。はい、では私の撮った写真を見てください。まずおしべが合計6本あります。そして、この一番目立つ、この綺麗な目立つこの黄色いおしべ3本、これは花粉ができません。なので仮のおしべ、飾りおしべとも言います。そしてその前に、ちょっと長い1本、これも仮おしべ、まあ、少し花粉ができるようですが、そしてこの長いこの2本のこのおしべが自家受粉用のおしべということになります。
そして雌しべがここに1本、青い花びらが2枚で、ここにちょっと透明、膜状の花びらが1枚、合計3枚ということです。そしてですね、この露草はですね、蜜がありません。なので昆虫が蜜を求めてやってくるということはないので、なんとこの露草ですね、自分で受粉をしちゃいます。この長い雌しべと雄しべ、これがくるくるくると丸まって、自分で花粉をつけて、種を作ってしまうという、これをまあ自家受粉というふうに言っています。ではこの後その自家受粉の模様を動画で見てもらいたいと思います。はい、ではこの画像を見てもらいます。はい、これが雌しべの中頭で、こちらが2本花粉の出る雄しべの役です。この雄しべと雌しべが動き出して、中にくるくる丸まっていって、自家受粉、自分で花粉をつけてしまうという、昆虫の助けを借りずに自分で花粉をつけてしまうという、そういう神秘の世界を見ていただきたいと思います。はい、動き出しました。はい、この瞬間ですね、はい、今雄しべの役の花粉が雌しべの中頭についた、この受粉した瞬間です。はい、そしてこの青い花びら2枚が包み込むように、はい、ではもう一度見てください。